やってまいりました。今日はですね、こちら新しくなった NBOX です。いや、 NBOX、マイナーチェンジしましたよね。で、今日はね、このマイナーチェンジした NBOX 詳しく見ていきましょう。マイナーチェンジした NBOX ということで、こちらの車、税込み159,800円になりますね。グレードは L になります。いや、本当にね、これどこが変わったのっていう感じの変わりようなんですけど、このフロントグリルがちょっと変わってますよね。あのバンパーは前と一緒なのかな。ただほら、あのシルバーの加色が、メッキの加色が追加されてますよね。ヘッドライトが、エクステンションの変更ということで、いや、これパッと見本当に分かんないんですけど、一応ね、この光り方がね、より明るくなってるということですよね。で、このフロントグリルね、ちょっとこう幅狭になったのかなという感じしますね。いや、今回のカスタムもね、かなりデザインが良くなったなと思いますね。ほら、結構ローワイドに、こうワイドにワイドに見えるようになりましたよね。こっちの NBOX もやっぱほら、グリルがこうグッとね、開いてるような感じに見えますよね。こうやって見比べると結構このカスタムと普通の NBOX って違うんですね。センサーが増えたんですよ。4つになりました。後方パーキングシステムが、追加されたと。NBOX カスタムも同じです。本当にね、ホンダセンシングとしては変わりがないので、こっちの NBOX ってね、結構お買い得だなという感じがしますよね。確かにね、この NBOX カスタムはドレスアップな感じのこのリアウィングとかね、結構デザイン性が私はいいなと思ってるんですけど、意外とこの普通の NBOX もね、洗練されたデザインだなと思いますね。本当にシンプルなんですけど、やっぱこれ売れる理由がわかりますよね。デザインの良さっていうのをすごい感じます。いや、本当にね、なんかこうザ・ベーシックなワンボックスカーという感じがします。で、ここね、ほら、ちょこっとピコッとなって、ここに手をかけてくださいっていうね、サインなんですよね。ちょっと開けてみましょう。うわぁ、広いよ。これ今1個倒してるんですけど、かなり室内広いです。っていうか、あ、そっか、内装ちょっと、こんな色だったんですね。あ、そうそう。濃い茶色とベージュのツートンカラーだったんですが、お客様の声で結構ね、この足がね、ここに当たったりとかしてね、結構この辺汚れちゃうんですよ。靴で擦ったね、汚れが目立つということで、明るいベージュ色から、このダークブラウンに変わりましたね。はい、では、お邪魔しますと。おー。内装の方はね、こんな感じです。やっぱなんかちょっといいですよね、 NBOX ね。この価格、まあ、これ値段ね、税込みで159,000円なんですが、これグレード L ですよ。 L でもこれなんですよ。全然安っぽさないですわ。っていうかね、素材はやっぱね、それなりの樹脂感っていうのはあるんですけど、色目のセンス色目のセンスというかね、すごいね、なんて言うんでしょうか、シンプルで、あったかみのあるデザインといいますか、親しみやすいデザインだなと思います。やっぱね、ホンダのデザインってやっぱ家のリビングとかね、その辺を結構イメージして作られてるらしいので、家にいるかのようなこの落ち着いた空間っていうのがまず乗って感じ取られました。これね、ハンドルもちゃんと作ってるんですよね。普通車から軽に乗り換えて、まずこのハンドルの華奢感っていうのはよく感じるんですけど、この NBOX はね、その辺全然ないんですよね。本当にこれ普通車から乗り換えた方でも満足いただけると思います。このね、布の素材感、こういうのが結構ね、家のソファーとかね、ありますよね。私ね、この NBOX って、革張りシートも好きなんですけど、このファブリックシートの方、ぜひとも皆さん乗っていただきたいと思います。ツートンカラーで、このベージュとこのグレーの、この色合わせのセンスの良さ。そうそう、センスの良さを感じるね、NBOX って。あー、知ってた？これ皆さん知ってました？これシートベルトって、薄めのベージュ？ベージュやわ。あら、知らんかった。
これ前からこんな色やったかな。ちなみに鍵はこんな感じです。すごいね、細長いんですよね。あー、こんなボタンがついてるんか。ちょっとエンジンつけさせてもらいます。これどこやったかな。こう、こんな下の方にあるんや。これこっちはね手動なんですよ。っていうか軽い。これは本当に女性の方でもスッと開けれます。で、左側の後席は電動ですね。ほら、電動ね。結構急いでる時は手動の方が早かったりするけど、あ、でも結構早いな。これやっぱまあ電動の方がそれはいいけど、あ、そうそう、これね、まあ、今回ねこのシートバックテーブルが、追加されましたね。これ結構ガッチリしてるんよ。これテーブルね、あの 2kg まで対応しております。結構重いの乗せれます。で、これドリンクホルダーね、こんな感じなんですね。で、前のモデルはここにコンビニフックが付いてたんですが、ここに移動してます。両サイドあるんでね、あのかけれる量が増えたかな。ただこれは 1kg まで対応らしいですね。あ、そっか、これ後ろもほら肘置き出てくるわ。めっちゃええやん、これめっちゃええやん。ホンダいい、これ出てけへんねんけど、すごいやんか。いや、本当にねこのシート軽いんですよ。軽いんですけど、クッション性がないっていうわけじゃないんですよね。結構分厚いシートになるんですが、軽量化されてるんで、女性の方でもね本当に片手でスッとねできます。ほら、こうやってね下ごとグッと持ち上がるんです。そうするとかなりの広いスペースが確保されますよね。こうなるとすごいぞ。こう荷物、ここに買い物いっぱい積んで、長いなんかほうきとかホームセンターで買ってきた長めのほうき積んで、でさらにここに赤ちゃんの乳母車を、ベビーカーをこうぐっとね置けるぐらいのスペースがあります。いや、これ跳ね上がるんでね、ほらこれが跳ね上がるんで、本当に縦に大きいものが、乗せれるといった面ではすごいいいなと思います。運転席側で操作できるのがいいよね。ほら、開きましたよ、乗ってくれっていう感じで。ね、手が空いてない時これ便利ですよね。で、ほら見て、これこんだけ後ろの座席ってスライドできるんやな。すごい優れてる。後席の方がいいかもしれん。わあ、いいな、いいな。これ150万で買えんの。ちなみにちょっと NBOX カスタムも見てみよう。わあ、 NBOX カスタムもやっぱええわ。これどっちもいいよな。あ、ちょっと私的にはこっちの方が、まあ、ちょっと男っぽさは感じるな。ハンドルの差はちょっとある。やっぱ革張りのステアリングは、これやっぱね、ずっととやっぱハンドル手に持つんで、悩ましいところですね。こっちは200万超えね。まあ、45万ぐらいの差があるんか。こっちは両方電子扉と言いますか、両方とも自動です。ナビね、ついた様子。セットアップされていません。これ大きいナビ。新しい車買うと同時にやっぱナビね、絶対つけた方が私はいいと思います。これね、ほらリア、今回後席センサーもプラスされたので、絶対ね、これほらバックモニターも大きくて見やすいので、絶対皆さんつけていただきたいと思っております。で、やっぱりね、それ考えると、この向こうの普通のホンダ NBOX にこのいいナビをつけて乗るっていうのもいいかなと思います。ちなみにシーケンシャルウィンカーでかっこいいですよね。やっぱいろいろ考えますよね。こちら200万にさらにさっきのナビとかね、なんやかんやつけてったら、それなりのお値段、やっぱ普通車買えそうな値段になってきますので、やっぱこっちのね、150万台で買える普通の NBOX にナビゲーションいいのつけて乗るっていうのもかなりおすすめな感じですよね。本当にね、これパワー、こっちはターボ車なんで、パワーは違うんですけど、十分な走りします。ターボなくても。NBOX ってね、走りもね、結構いいんですよね。
だから売れてるのかなという感じがします。はい、改めもっかい、いや、やっぱこっちもいいよやっぱセンス感じる、このなんかベージュとブラウンがすごいすごい綺麗、新鮮な感じね。ほら、新型って書いてるでしょ。これやっぱ新型って書かないとね、わからないぐらいの差なんですよね。やっぱね、あの、いいものはデザインを変えないというスタンスの、最近のホンダさんでございます。いやー、この価格でこのクオリティ、いやー、さすがだなと思いました。やっぱ売れる理由がわかりますよね。ちなみにね、あの、こちらの車は全国のホンダカーズで販売しております。詳しくはね、下の概要欄をクリックしてくださいね。私ね、こういったホンダの車よく、レビューしておりますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけでマイナーチェンジした N ボックスでした。じゃあね、バーイシュ。